芦屋西宮土産香り焼き菓子高坂で検索。6月15日、6月22日放送分の坂上裕二のモーニング、今回のゲストは2022年8月以来久々に遊びに来てくださいました格闘家の浩二さんです。どうもおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやだいぶとね、僕らの番組から言ったら、はい、僕らの番組から出てもらって、はい、だいぶビッグになったよね。大丈夫です。いやもう体もでかなったけど、もうまず稼ぎもちゃうしね。ビッグね、もうちょっと一回取ったってください、この余裕のある顔。いやいや、余裕ないですよ。いや社長にねたくさんいろんなことを教えてもらって、うん、期間成長しましたからね。いや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 、はい、もう最近は何してるんですか。まあ、うん、女の子でゆっくりしてますよね。やってる。はい、やっぱりね、はい。やっぱり好きな子はいるんですか。好きな子いてますよ。いるんだ。はい、それは。はい。で、あんまり会ったらすぐまたフライデーとか。日替わり定食をやめましたね。日替わり定食やめた。はい。前まではもう日替わり定食して、で、まあその食べられる方も幸せですからね。なるほどね。はい。だから嫌なお店選んでもらえるの。はい。いやいやいや、でも本当に今は実業家としても。はい。団体をお持ちで、はい、うん、そうですね、成り上がりというね、うん、団体を作らせてもらって、去年ぐらいからですかね、1年ちょっと経つんですけど、うん、はい、若手の育成をちょっと、うん、はい、力入れてます。なんかどうなんですか、団体を持つということはだいぶなんか責任も違う部分生まれたでしょう。いや、そうですね、うん、なんかやっぱりこう手本になる存在でいないとあかんなとか思うようになったんですけど、うん、まあでももうありのままで、うん、いいとこも悪いとこも見せて、うんうん、でそれで選手たちがこういうとこはダメやなとか、マルセンとことか、こういうとこはええなっていうのを見せていけたらいいかなと思ってます。なんか僕はどこの団体と言わんけど、よくなんか格闘技の団体の YouTube とか TikTok で見てたら、うん、ぐわーみたいな熱いやつあるやんか、はい、成り上がりはそういうのはまだないの。ああ、やっぱりああいうのに影響されてやる人もいますよね、うん、やる選手も多くて、うんうん、ただ僕らが走りやと思うんですよね。僕らがその確かにそうだと思うで乱闘してたんで、うんうん、でもやっぱり最低条件は、うん、やっぱ努力してる、うん、プロやっぱりプロ意識をっていうものをちゃんと背負ってる人がやらないと、うん、ただのやっぱりね、うん、犯罪になったり応援してくれてる人にこうね顔に泥塗るんで、うん、そういう責任感をちゃんと持った人がわきまえてやるエンターテインメントの乱闘はいいと思う、うんうん、ただ腹立つからムカつくからっていうのは、うん、それはリングでやればいい話なんで、ね、確かに確かに、それはまあうまいこと伝えていけたらいいなとは思ってますけど、うん、いやーもうこれね 4,5 年の間に大人になったね。いやーすごいわ、もうほんまに。まあちょっとね2週続けて、はい、ラジオに出ていただこうと思うんですが、はい、浩二君の、私生活から今後の活動から次の試合のこと、はい、ちょっとじっくり探らせてもらいますんで。いや怖いな、社長。社長怖いからな、社長言うこと何でも言わなあかんから。そうそうそう。ほんで、そのまま映しといてほしいんですけど、はい、最後に、はい、僕絶対最後に貯金額聞き出しますから。はい、当時の貯金額もね。一桁まで、もう最後の一桁まで。最後のね。きちんと。この通帳だけとかはやめて聞き出しますんでね。はい。じゃあぜひとも、はい、楽しい放送にしましょう。お願いします。はい、どうもありがとうございます。お願いします。皆さん聞いてください。じゃあ皆さん聞いてください。